はい、どうもこんにちは、こんばんは。 XP をめちゃめちゃ稼ぎたいよって人はご紹介どうもツルフィーです。ということで今回はなんですけど、今回はですね、まあ、皆さん僕ね、シーズン2が始まってから2日目ぐらいに XP をね効率的に稼ぐ方法を紹介したんですけど、その中でねクリエイティブでめちゃめちゃ XP をね稼ぐ方法を紹介したんですけど、まあ、コメント欄でね、まあ、そういうマップもっと紹介してくださいっていうのがあったので、ちょっと今回は、まあ、いくつかね、クリエイティブで XP をめちゃめちゃ稼げるマップをね、もう見つけておいたので、早速ねちょっとそのマップを試して、まあ、僕のね試してるのを見て、まあ、できたマップをね皆さん試してもらえれば、ワンチャンできるかもしれないので、早速ね、試していこうかなと思います。 XP 一瞬で500レベルぐらいまで上げたいよって人は高評価押しておいてください。クリエイターサポートゼルフィーにすると、もしかすると起きたら1億 V バックスもらえてるかも。さあ、ということで最初のねマップはこちら、オールウェポンズ FFA というマップですね。とりあえずここを入りましょうか。さあ、で、このマップに入ったら、あ、もうほら、もう XP がもらえると。すごいな。早くね、もうもらえたよ。そしたら、ここかな、この、スキンチェンジャーのところ来て、妹ね、踊って、キャンセルすると、この部屋にね、飛ばされるんで、まあ、いつも通り待ちますか。さあ、ということで、時間が経ったんですけど、まずね、いつも通りコードを打ちます。コードが2、で、7かな、さ、次。どうだ、これ7いった？ 6。で、あと1回7。はい、2、7。で、最後が、1、2、3、4と。はい、4、2、7、4ですね。このコード打ったら、ここを押すと。で、そしたらほら、シークレットアンロックっていうのが出てくるんで、そしたらまあ、グラップラー持ってこのシークレットエリア行きますよと。で、あ、そしたらほら、XP がね、ちょっとずつ、あれ、もらえ、あれ、れ、まあまあまあ、でもとりあえずなんかね、ボタンがね、こっちの方にあるらしい。ここ入って、ここかな？ここら辺になんかボタンが、あれ、ないぞ。え？ここにボタンがあるはずなんだけど。ない？お、嘘だろ？おい、マジかよ。1個目のマップから。ダメって、マジ？ちょっと。ちょっと XP もらえてたから、これ、いけるやつだろうと思ったら、全然いけないやんけ。おい、どうなってんだよ、これ。じゃあ、もう諦めて次行きますか。さあ、ということで、次のマップが、3106、そして、6557、ラスト、3868。はい、このマップですね。これ、パープルピット FFA。はい、さあ、ということで、このマップ選んだら入りましょう。で、皆さん、このマップ入ったらですね、まず、ここだ。このチャグタンクと、この魚のね、間のところ来ますよと。あ、もう XP もらえてるよ。いいよ。で、まあ、ここでね、妹を踊ってキャンセルすると、はい、こんな感じでテレポートされるんで。まあ、またちょっと待ちましょうか。さあ、またね、ゼロになりましたよ。今度こそできてくれ。はい、次、次のコーダーですね。まず9ですね、9。で、次が8。で、最後が7。これで、はい、ここで、はい、確定を押しますよと。で、ここにあるね、スタート AFKXP っていうのを押すんですけど、来ましたね。ここのやつを、はい、押しますよと。押したら、あ、もらえるようになった。あ、来た来た来た。よし、これはいけそうだぞ。そしたら多分、ここ行くのかな。で、ここ来たら、まず、家の中入ります。で、入った前にある、ここ、あった、ほら、ここにアドミ XP があるんで、これを取ると、どうだ？あ、来たね！来たよ、来たよ、そう、これを待ってたんだよ。よかったー、2連続は防げたー。で、次はね、はい、ここ、上登ります。はい、上登ってで、ここに、はい、あるんですね、このアドミ XP。これを取ります。いいよ、もう2万5000いった。一気に5000増えたよ。で、次はね、どこだ？ここかな？ここ行って、ここの、またこの箱のところにね、あった。あ、あの、シークレット XP があるんで、これを取りましょうと。さあ、どうだ？ 4 万ぐらいいかないこれで。4万いくよね。4万5000ぐらいいってくれ。あ、来た！ 4 万 1000！ ういって。あ、来た！はい、4万5000いった！次が、ここかな？ここの、ここが、ここら辺に登ってもらったら、ほい、ここにシークレット XP があるんで、これを取ります。さあ、どうだ？ 6 万いくんじゃない？いけ！はい、6万来た！さあ、どんどん増えてくれ！ 10 万これ！行きそうじゃない？このまま行ったら。で、まだね、やることがあって、こっちですね。こっち行ったら、このね、はい、このね、まあ、この檻か檻の前にシークレット XP があるんで、これを取りますと、7万いくんじゃない？いけ！はい、7万で、次がラストかな？ラストがここにね、AFKXP ブースがあるんで、これをね、はい、取ると。これ、あ、これ押してもあれだな。なんか何も起きないけど。あ、あとこっちにもあるわ。こっちにもこの、ブースあるから、ここも押します。まあ、特に何も起きないけど、多分押しといた方がいいんだよね、ここも。はい、ここも押して、で、ここにもあるね、この窓のところにもあるんで、押したら、最後の一番左のやつ押したら、あれですね、飛ばされますね。で、あとはあれか、もうここでずーっと待ってれば、まあ、XP さらに稼げますよっていうマップか。あ、まあでも8万とか稼げればさ、まあいいんじゃない？十分じゃない？これ。まあ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 、待つだけで8万 XP がもらえる、まあ、こんなね、簡単な作業で、1、2分でもらえるなら、まあ悪くはないマップでしょう。一応僕がね、これ動画で見た人だと10万ぐらいもらえてたんで、まあ人によってもしかしたらね、多少変わるかもしれないです。まあなんでぜひ皆さん、このマップは試してみてください。
さあ次のマップですね。次のマップは、7107そして3972で、9370ですね。はい、これで、選んでもらって選択して、プライベートでレッツゴーと。さあでマップ入ったらですね、ここにある、まあ、グラップラー、まあ、取ってもらってで、多分ここかな、この FFA エリアに入りますと。で FFA エリアに、あるこのね金庫、あ違うこっちだ、こっちのね59分って書いてあるところの金庫の右側のね、ここだけなんかポコッとなってるところがあるんですよ。ここ行ったらエモートします。はい、エモートをすると、はい、このまた15分待つ部屋に飛ばされるんで、また待ちましょう。さあということで時間経ったんでパスワード打っていきましょう。ここのね、ボタンを押します。で、ここを押したらね、ほらこんな感じでパスワード打つところが出てくるんで、パスワードが236ですね。で打ったらこれ、このシャープ押したら、あれあれできなかった、あれ、あ皆さん間違えました。はい、パスワード623です。これで、こうだ。あ、来た、はい、開きましたよ、と。で、これ開いたら中に入ります。あ、X、あ、来た来た、おい、めっちゃもらえる、待って、結構来てよ。結構もらえるくないこれ。で、ここ入ったら、まず、いろんなボタンまた押しに行くんですけど、ここかな、ここに1個あるから、これを押すと、おー、来た来た来た、さあ、増えてまいりましたよ。で、次が、このベッドのところかな。こっち来て、ここにあるベッドがあるんですけど、ここ。ここに、あれ、あるんだけど、あ、間違えた、ここの部屋じゃないかも。これの1個下の部屋かな。1個下にベッドがあったら、あ、ここだ。ここにあるの、これを押すと。はい、どうだ、うわ、もう5枚いってるじゃん、知らないうちに。めっちゃ増えるの早くない？で、最後かな、もう最後なんですけど、最後が、ここかな、ここにあるなんか AFK ルームっていうのを押して、またビョン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 ね、飛んどけば XP 稼ぎますよと。待って、めっちゃ溜まってない？なんかほら、これ待てばさ、10万ぐらい行くってこれ。いや、まあでも、こんな簡単にね、7万もらえるなら、まあいいでしょ。だってさっきのと合わせれば、15万もらえてるからね。まあとりあえず、まあこのマップもね、結構悪くはないので、ぜひ皆さん、このマップも、試してみてください。さあ、次のマップ、1509、6911、そして9393、はい、このマップ、これ、ゴールド、レッド、VS、ブルーっていうマップですね。これを選択して入りましょう。さあ、入ったらですね、どっか行くところがあるんだ。あそこだ。このね、隙間、このブルービルドリセットって書いてあるところのこの隙間入って、ここでね、なんかエモートするのかな多分。どうだ、あ、そうだ、ほら、エモートしたらこの扉が開くんですよ。ここに入ると、はい、また待つ時間が来ますよ、ということでね、待ちましょう。さあ、またね、時間が経ったということで、コード打っていきましょう。まず1、で、次が8ですね。で、次が6、で、次、2です。はい、これで、確定を押します。あ、来た！さあ、ここ来たら、このね、はい、コインを取ります。コインを取ることで、XP がもらえるはずなんですけど、もらえません！どうなってるんですか？ねえ、XP もらえるはずなのに、15分返せや！ちょっと、15分が全部水の泡になりました、皆さん。ということで皆さん、このマップはできなかったので、皆さんは試さないようにしてください。もしかするとなんかね、修正されてできるようになる可能性もありますけどね。さあ、ということで、次がですね、9530、そして、6687、そして、6856ですね。はい、このコード打ってもらって、このオールウェポン FFA ってマップね、これを選択して、プレイしましょう。さあ、ということで、マップに入ったらですね、左側行きます。はい、このなんかミシック引きがあるところですね。ここで、エモートをするんです。はい、そうするとまたテレポートされて、15分待たなきゃいけないんですね。もう待つか！さあ、時間が経ちましたよ、また。もうめっちゃ待ってるよ、僕。もうこの動画だけで45分くらい待ってるからね、おかしいでしょ。さあ、ということで、とりあえずね、パスワード打ってきます。パスワードは、4。次も、4。で、最後も、4ですね。444で、はい、確定と。さあ、シークレットアンロックだ。で、このね、スタート AFKXP ってのを押します。どうだ？お、来たよ。さあ、あ、これいけるやつ、あ、これいけるやつだ。さあ、そしたらですね、このシークレットエリア向かって、まずは、まっすぐ歩いてってね、はい、この草。草を押すと、はい、増えていきますよと。あ、1万はいったね。さあ、じゃあ次なんですけど、次は、はい、ここ、このパラソルのところの前に、はい、あるんですね。アドビ XP が、さあ、増えたよ。さあ、2万ぐらいいっちゃって、ちょっと10万ぐらいまで増えてほしいな、頑張って。さあ、で、次なんですけど、
次はね、こっちですよ。こっち行ってもらって、ここですよ。この換気扇みたいなところにシークレット XP があるんで、これを押します。あ、4万まで行ったね。でもな、これ待ってれば5万ぐらい行きそうだけど、どう？でも増えるペース早くない？結構早いぞ、これ。はい！はい、5万来たー！で、次ですね。はい、まだありますよ。はい、次はここ。ここら辺に、はい、シークレット XP あるんで、これ取りましょう。さあさあさあ、次ですよ。おい、これマジで10万ある、10万ある。まあ、とりあえず次か。次ここね。はい、ここ取ると、さあ、さらに増えていきますよ。さあ、次ですね。お、てか待って、10万いくぞ。来るぞ、来るぞ。来たー !10 万来たー。さあ、10万いったところで、まだありますよ、これ。ここになんか AFKXP ブーストっていうのがあるんで、これを押しましょう。で、あとはね、ここら辺にもなんか、あ、ほら。ここにも AFKXP ブーストあったり、ここにも AFKXP ブーストあって、まあ、これがちょっと意味あるかわかんないんですけど、まあ一応あるんでね、押していきましょうと。で、まあ最後はね、まあここですね。はい、ここになんか AFKXP ブーストってところがまたあるんで、ここで放置してればさらに XP もらえるぜっていうことなのかな、多分ですけどね。はい、まあとりあえずこんな感じですね、このマップは。いや、10万いったね、よかった。10万いくマップがあって。じゃあちょっとあと1個ぐらいマップ試してみますか。さあ、次のマップですね。次のマップは、01371567094ですね。はい。このマップでこれ選択して、選択して、プレイ！さあ、そして、マップに入ったらですね、ここにリセットビルドって書いてあると思うんですね。このリセットビルドって書いてある側の、はい、この角。この角に行って、エモートを踊ると、何も起きませんね。あれ？こっちかな？あれれれれ？起きたー！テレポートしたー！そしてですね、はい、また900秒。15分待っていきたいと思います。さあ、ということで、時間が経ったので、パスワード入力していきましょう。パスワードがまず6。で、次が、はい、2ですね。で、最後が3です。はい、これで、確定しますと。さあ、そしたら、はい、完了と出て、このスタート AFKXP をね、押します。さあ、そうすると、はい、XP もらえてきましたよ。どうだ、まあ、こっから多分結構もらえてくるはずなんでね、期待しましょう。そしたらね、なんかここら辺にね、なんかボタンがあるんだよね。ここら辺にあるはずなんだけど、ここになんか、シークレット XP のボタンが出るんだけど、おい、出ないやんけ。シークレットルームのボタンが出ないっていう、ちょっと嘘でしょ。ここら辺に出るはずなんだよ。ないって、おい、どうなってんだよ。移動させてくれよ、ちょっと熱いシークレットルームに。おい、マジかよ。いや、もしかすると、バグかもしれないんで、できるかもしれないですけど、まあ、僕ができてないってことは、これできないよね。ほら、押す、ここら辺でも押せるボタンがあるんだけどね。ということで、このマップはいけませんでした。さあ、ということで、今回はね、クリエイティブで XP がね、めちゃめちゃもらえるマップをね、紹介したんですけど、どうだったでしょうか。6個のマップ全部15分待ったから、僕、1時間半ぐらいね、無駄な時間があるっていう、もう、めっちゃ撮影時間かかったわ。まあ、なんで皆さんはね、僕がやってみてできたマップ、ぜひ試してみてください。まあ、アップデートとかでね、できなくなっちゃってる可能性もあるんですけど、まあ、試すだけ、試してみてはいかがでしょうか。まあ、待つだけでいいんでね、てな感じで、一瞬でレベル上げたいよって人は、僕のチャンネル登録して、通知をね、オンにしておいてください。あと、コメントもね、よろしくお願いします。それでは終わります。バイバイ。